吉田さん、この前ね、お問い合わせがありましてね、もうこれずいぶん前のことなんですけども、アクセスが全然取れてないですねと。まあ、チャンネル登録はそこそこあるけども、こんなんでね YouTube で稼いでるわけないんで嘘つかないでくださいみたいなことが始まったんですよ。でその人が言うには、なんかVTuber とかをいっぱい見てて、ライブ放送とかやるとね、やっぱ300人とか500人とか見に来るそうなんですよ。でチャンネル登録も7万人とか5万人とか10万人とかっていっぱい見てきて、でそういう人の投げ銭をこうやってねつぶさに見てるらしいんですよ。でよくてその投げ銭で10万集まる人ってあんまりいなくって、大抵は数百円とか数千円がパラパラと投げられるぐらいで、でやっぱねすごくそういう方って忙しいんだけども結局稼げてないっていうふうなことを分析されてて言われてたんですよ。まあそれは言えるなと思うんですよ。でそういう方を見てるとチャンネル登録がなんかいっぱいいて、ライブでも常時接続が何百人もいてっていうところから、久保さんのは常時接続10人とか20人、ひどい時には5人でしょみたいな。そうなんでなんで売り上げがそんな何百万も上がるんですかって言うんですよね。まあ説明しなかったんですけども、でも現実アクセス取りに行って一生懸命宿泊してる、まあ、そういう人とね、売り上げを上げようと思って少ないアクセスでもまあ見に来てる人がね、じゃあ300円しか持ってないかって言うとそんなことなくって、別に10万20万払えるわけですよ、みんな生きてれば。でそこに対してその人が最も困ってるところを解決するための情報を提供してお金くださいって言ったら、振り込みが30万とか50万とか100万あるわけじゃないですか。で現実これで家庭を養ってるわけですからね。で VTuber さんとかいっぱいいますけども、じゃあどのくらいねその割いた時間に対して稼げてるかって言ったら、もう歴然とするわけなんですよ。まあ、もちろんねいろんな方がいらっしゃると思いますから、人柄にはできないんですけども、アクセス取って中身薄っていうのにやっぱなるんですよね。やっぱ1万人とかサポートできないですから、国は。で結局何人ファンがいてもじっくりと付き合える人って人数って決まってきて、濃いサービスを提供できる人なんてね、たかだか5人とか10人になってくるんですよね。っていうことは別にアクセス5人10人でいいじゃないかっていうふうな逆算になるわけですよ。まあなんだろうね、数にとらわれちゃうとそういうことになって、なんか上辺で判断するようになるんですけども、吉谷さん見ててもね同じですけども、いや少ないアクセスを維持してるって、これもすごいなというところをまさにね、思うところですよね。確かにね、自分自身思うんですけども、この少ないアクセスですげえなと。で少なくとも何十万という商品がいつ売り込まれるかわからない状態でね、それを覚悟しながらずっとついてきてくれてるわけですよね、多くの方は。で実際セールスをすると待ってましたみたいな感じで、値段を言う前からもう注文がかかるみたいなことになってきて、じゃあね私はもう特に投げ銭なんてバンバンもらわないですけども、でも投げ銭がねありがたいとも思わないですね、そうなると。あれほとんど YouTube に行っちゃうわけですから、あれしょ、なんか 45%YouTube 取り分で、ショート動画なんて 55% が YouTube の取り分ですからね。 YouTube おめでとうございますみたいな感じですからね。でもやっぱりコンテンツ提供してると30万って言ったら自分の口座に30万振り込まれるんで。あ、ちなみにねすごいですよ、今朝ねメール1本いただいて、今朝っても深夜3時ぐらいなんですけども、久保さんの動画でいつも勉強してるんで少ないですけどもお金を振り込まさせてもらいましたってメール来てるんですよ。まあ金額はちょっと分かんないですけど見てないですから。またそういうことがあるんですよね。だからライブ放送中にそれこそ投げ銭してくれてもいいんですけども、ちゃんと事情が分かってる方が私の銀行口座を調べ上げてね、どこで調べたのかすごいですよね。銀行口座別に公開してるわけじゃないですからね、ただ調べれば分かるんですよ。一生懸命調べてくれたんでしょうね。で私の銀行口座に自分の無理ない金額を振り込んでくださったみたいなんですよ。その方はね生活保護の方なんですよね。だからその生活保護っていうと 1,000 円でも100円でもものすごく切り詰めてる方が多分ね何万と振り込んでるとは思わないんですけども、でも本当に生活に関わるような割合の金額を払わざるにはおられなかったっていうことなんですよね。だからこの方に一定の所得があったらやっぱりこう100万級の振り込みとかあったと思うんですよ。だからこのぐらい人の思いに応えられるかどうかっていうことがなんかねただファンが多いだけとは訳が違うぜみたいなところですよね。やっぱ誇らしいですよね。多分その振り込んでくださった人も誇らしく振り込んでると思うんですよ。決して私はね、そのいわゆる人気 YouTuber でも何でもないですからね。でしかもね、若くて可愛い女の子が喋ってるわけでもなくて、なんかおっさんが知ったけなこと言ってるだけですからね。でもやっぱりこう心に刺さるっていうか、それなんだよみたいなことで、多分スマホの画面の向こうでうなずいてらっしゃるんだろうなと思うと、これからも心を込めてね、発信しないとなと思うばかりですね。だからあれですよね、まさに潰れない高架下の屋台っていうか、親父来たぜみたいな感じでね、俺が来てやったら喜ぶだろうなみたいな感じでのれんをくぐってくれるね、そんな常連さんで、その多少ずうずうしい常連さんに「おお元気だったか、しばらく髪ないから死んだと思ってわっは」みたいなね、そんななんか昭和のね間からいいじゃないですか、やっぱり。だから小切れにしてるだけが商売じゃないんですよね。わざわざ汚くすることはないんですけども、まあでもどんなところにでもアクセスが1でもそこには1人がいるんですよね。で、まあ、100人のセミナーとか私やったことないんですけども、でもやっぱね30人前後っていうのはねよくやったんですよ。それこそネットビジネスとかやる前から食品系のその講座を開いてね、会議室に集めてなんか3000円で30人とか集めて、うわ9万円だみたいなのやってたんですよ、たまにね。でも30人いるともう壮観ですよ、それだけで。やっぱり自分で受付して、自分でそのシート配って、自分でホワイトボード消してみたいなこと一人でやってね。いや100人ともなるとねすごいですよね。だから YouTube でやろうともリアルでやろうとも100人を会場に呼べたっていうそのエネルギーは変わんないと思うんですよ。だから100人侮るべからずですよ。逆に1万人集めてるってことは、その単なるノリで来てる人も込みでの1万人とかになるんで、アクセスほど信用できないなってところはありますね。もちろんね、それが1万人とかじゃなくて100万人とかになってくると濃い人も1万人レベルでいる恐れがありますから、やっぱりすごい威力だなと思いますけどね。堀江貴文さんのメールマガジンって、私もこうね創刊以来ずっと定期購読してるんですけども、最近は読まないことが多くなりましたね。読まないけども登録は外してないんですよ。でそうなると逆の立場からメールマガジンを発信してる方としたら、堀江さんの2万人ぐらいで横ばいになってるらしいんですけども、2万人のうちの何割かは受け取ったりだけで見てないっていうね。要するにセミナーで会場を集めてももうなんか購入意欲もなく、ただこうやって惰性でこうやってガーッとね寝てるだけみたいな人も会場にはいるよねってことなんですよね。でも少ない会場のね視聴者さん5人とか10人だったらみんながパリッとして見てますからね。それは購入意欲高いでしょうね、きっとね。だから少なくて濃いのか多くて薄いのか、で多くと薄い場合はやっぱサポートする方のエネルギーばっかり使っちゃうんで、実は非効率なんじゃないかなと思っちゃいますね、私はね。だ少ない人を丁寧にやった方がなんかお互いのね暮らしの事情とかを考慮し合いながら最大限の提供ができるんじゃなかろうかと思いますけどね。少ないアクセスと侮るべからずですよ。少数精鋭でいってらっしゃい。